どうも皆さん、こんにちは。今回は、これ、サイドワインダー X5 マウスという、まあ、マウスを買いました。てか、届きました。インターネットで買ったやつが届きました。ちょっとこれですね、開封しようとして、まあ、開封した、するときの動画を撮ってたんですが、なぜか録画されてないという。録画されてないというか、音声が録画されているにもかかわらず、映像が全く真っ暗で撮れてなかったというね。はい。残念ということで、まあ撮り直しということで、まあ開封のところはまあ見えませんが、まあまあ箱の方、まあ開封した後の箱ですが、まあこんな感じですね。まあ今日まあね、もう3日前にネットで注文して、まあ今日の夕方っていうか、まあ昼に届きました。はい。はい。まあ、実際の製品はこっちなんですけど、まあ、先に、まあ、付属品の方も紹介しますと、まあ、クラブマイクロソフト、あなたの快適デジタルライフをという、まあ、勧誘みたいなわけわからないんですけど、まあ、これは会員無料って書いてるんでね、まあ、必要なら、まあ、登録するかどうかわからないですけどね、はい。取説ですね。サイドワインダーの取説です。かなりシンプルですね。はい。なんか、ドライバーインストールって書いてないんですけど、インストールの仕方が全く書いてないというね。はい。インストールして、まあ、刺して、ってかいう感じになってるだけなんで、全く、はい。かなりシンプルです。はい。これは、製品ガイド。まあ、注意書きみたいなもんですね。はい。特にまあ、中は、特には何もありません。はい、こちらは、これの X5 の、X5 マウスのドライバーです。これをインストールされてないと、まあ、マウスにドライバーって思うんですが、これに、がインストールされてないと、まあ、これの機能をすべて、まあ、使えないんですよ、はい。まあ、これをインストールすると、まあ、解像度を、まあ、切り替えたりすることが可能です。まあ、これがないと、まあ、普通の、まあ、あれですね、普通のマウスですね。クリック、左クリック、右クリック、ホイールの、まあ、とか、それぐらいしか使えません。はい。まあ、製品の方を、まあ、見てると、まあ、これですね。はい。まあ、これが、まあ、本体ですね。はい。レーザーマウスです。はい。裏、レーザー、ここはルミ取り部分なんですけど、全く光が出てないんですかね。光ちょっと、ちょっとありますけど、まあ、そんなに光学マウスほど光は出ていません。はい。で、なぜかここが、なんかイルミネーションになってる、なんか、なんでしょうかね。イルミネーションっていうか、まあ、飾りなんでしょうかね。ここに2つ、なんか赤いのですね。これは全く読み取りに関係ないですよ。ここ押しても何もなりませんし。まあデザインの関係でまあここにあるんでしょうね。はい。まあこんな感じ。でかいですよ。まあ、こう、まあ普通、まあ左クリック、右クリック、まあホイールですね。そしてここの3つのボタンがあるんですけど、ここは解像度っていうマウスのポイントの速度をまあ切り替えることが可能です。まあ、俺の設定ではまあ一番上が速くなります。だいぶ速くなります。まあ、だいぶ早くなりますね。真ん中が普通。まあ、これがいつもインターネットとか、まあ、使うときに、まあ、使っています。そして、これが一番遅いですね。だいぶ遅いです。だから、ゲーム、これ、まあ、いちいち普通のマウスだと、まあ、あれですね、まあ、マウスのオプションとか開いて、まあ、速度を変えなければいけませんが、これはまあ、3つまで、まあ、その、速度をまあ設定できて、まあ、瞬時に変えることができますね。まあ、ゲーミング製品なんでね、サイドワインダーは。はい。だから、まあ、FPS とかやって、動きを素早くしたいときは、まあ、この速くして、スナイパーなど、まあ、精密射撃とかが必要なときは、まあ、これで。はい。まあ、通常は、まあ、ネットとかするには、まあ、これで大丈夫ですね。まあ、今、例えが FPS なんで、まあ、俺が、まあ、FPS 好きなんてこともあるんですけど、はい。そして、ここは、なんかゲーミングオプション。これ出ましたけど、ここに出ましたけど、なんか、ゲーミングオプション。がなんか出ますね。はい。なんかよくわかりませんけど。はい。この二つのボタン。これは、まあ、自由に割り当てできるんですが、まあ、俺は、この上のボタンがインターネットの進むボタン。そして下が戻るボタンに割り当ててあります。はい。はい。まあ、こんなところですかね。まあ、値段の方は4500円でした。はい。まあ、代引き手数料込み、送料無料でした。うん。まあ、これでかいけどね、普通のマウスと比べると。まあ、こう、俺が使ってると、まあ、だいたいちょうど、ぴったしかな、になるんですけどね。ここも届くし。
確かこれもっともう一つ上位の製品で、サイドワインダーマウスというまあノーマルなやつがあるんですけど、まあ、それの一つ、下位モデルですね。下のモデルですね、一つ。はい。まあ、ここに、まあ、普通の、スタンダードはここに一つと、まあ、重量をコントロールできる重りみたいなのがついてて、ここになんかディスプレイみたいなのがついてるんですけど、解像度を表示できる。まあ、そんなのがなくても、まあ、これで十分だと思います。はい。安いですしね。5000以下で買えるのは安いです。はい。まあ、今回は、サイドワインダー X5 マウスを、まあ、紹介いたしました。はい。使い心地は、まあ、すごくいいです。前の光学シーマウスよりだいぶいいですよね。はい。それでは、皆さん、